ケンジーです。はい、ちょっと今日は、雑談と、最後に、そのまとめてまたオラクルカード1枚引くんで、最後まで付き合っていただけると幸いです。よろしくね。というわけでね、私、昨日ですね、相模湖に行ってきたのよ。で、なんで相模湖行ったかっていうと、パウパトロールの、私の、大好きなパウパトロールのラブルちゃん はじめパウパトロールの仲間が相模湖プレジャーフォーレストっていう遊園地とコラボして、アトラクションがパウパトロールっていうアニメの仕様になったのね。で、私これはいかなくっちゃっつって、 T シャツも着てぬいぐるみも持って行ったんですよ。行ったんだけど、ものすごいハプニングがあったんで、まずそれを見てください。相模湖 歩いてます。ちょっとね、推し活ですよ。相模湖プレジャーフォレストっていうところで、パウパトロールのコラボのイベントやってるの、遊園地で、それに行こうと思います。今から歩いて40分ほど バスの時間ちょっと乗り合わせうまくいかなかったんで歩いていく。でも景色がめっちゃ良くない？山って感じです。はい、行ってきます。高尾山に戻る感じかなね。何あそこのペンションみたいな、別荘みたいな、めっちゃ可愛くない？いいね、なんかこれみたいな 学校だ。あ、いいね、なんか、お、小田原だ、そう、甲州街道。金木犀。あ、めっちゃいい匂いする。おそらくここを入っていくのかな。危ない。自転車降りろ。あ、相模湖じゃない、ここ。橋が見えてる。ほら。相模湖だー、今から渡る。あと1ヶ月ぐらいしたら紅葉も綺麗っぽいね。いいね。あ、ここ、今から橋渡る。これ。ねえ。すごい、陸橋。あ、なんか湖って感じするよね。あ。相模ダム。あ、恵まれた風土をゆっくり走ろう。ここ入ってくの？私ここ入ってくのかな？めっちゃ怖い。どうしよう。あっちの脇道行けばいいか。相模湖。プレジャーフォレストへ行くぞ。なんかもう、インディ・ジョーンズ博士みたいになってない？チュッチュルチュー、チュッチュルーン、チュッチュルチュー、チュッチュルチュッ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 
なんと今日休園日でした。やばくない？今日休園日だって。マジ超悲しいんだけど、休園日。せっかく来たのに休園日だって。マジか、どうしよう。40分も歩いたのにね、信じらんないんだけど。あ、こんなこともあるか。はい、すごいでしょ。せっかく行ったのに、せっかく行ったのになんと閉園、休園してたの。毎週水曜日は休園なんだって。ちゃんと調べていけばよかったよ、畜生っつんで。また今度ね、あのリベンジできたらしようと思ってるんで、遊園地のお話はここまでなんだけども、それでね、まあ、プラン B として途方に暮れてたんだけど、いや、なんかせっかくだから近場でなんか温泉入りたいなと思って調べたら、高尾山にすごく近いのね、相模湖が。高尾山口の駅まで行って、それで温泉、慶応が経営してる慶応高尾山温泉みたいなところに行ったのよ。で、そこがめっちゃ良かったの。
何が良かったってタイミングが良かったのよ。あのね、ちょうど、露天風呂、行ったら、パッて見たら、木が植えてあったんだけど、いろいろ。金木犀の花がね、満開だったの。露天風呂で金木犀が満開だよ。こんなスペシャルギフトあると思って。都会よりも高尾山の方がやっぱり少しさ肌寒いんで、多分、開花が早かったと思うんだけど。でさ、露天風呂でしかも、湯船が当たってね、ちょっとこう蒸気でさ、香りがさ、余計するのよね、私、裸なのにさ、ちょっと立ってさ、くんかくんかって、匂い嗅いだらね、もうめちゃくちゃいいの。なんかその熱、ほわーんっていう蒸気とともに、なんか柔らかく感じれて、すごく良かったの。だから、これはね、神様が、宇宙がタイミングをくれたんだと、相模湖、ね、プレジャーフォレストはまた行けばいいじゃん、リベンジで。でもさ、そのさ、アクシデントがなかったら、私、温泉に行こうとも思わなかったし、なんなら、ちょっと、めっちゃ楽しんでやろうと思って、マッサージも受けたの。追加でマッサージ、全身と、頭皮マッサージ、スカルプマッサージをオプションでつけて、6000円か7000円ぐらい払ったんだけど、うわー、すげえ、金使っちまったと思ったんだけど、でも今すごくほぐれまくってて、めっちゃいいです。おーって感じなんで、ちょっとね、マッサージしたせいかわかんないんだけど、フェイスラインが綺麗なのよね。なんか老廃物抜けたのかしら。なんかそんな感じがしない？鎖骨もなんかちょっと綺麗だし、とか言って。はい、というわけでね、デイジーでした。こんな感じで、ちょっと、アクシデントがあってもね、やっぱり奇跡の遠回りってやつですよ。何か直感できていれば、本能できていれば、ちゃんとこうやって遊園地へ行けなかったんだけど、温泉で、ね、金木犀の花と戯れて、マッサージ受けれて、しかもそのマッサージやってくれた人がめっちゃ相性良かったの、その、おじさんというかお兄さんが、宮崎さんって方なんだけど、ほぐしどころ宮崎さん。またよろしくね、指名しちゃおうかなとか言って それぐらいなんか、いい経験させていただいたので、はい。みんなもこれからね、いろいろトラブルとかあると思うんだけど、今時代の転換期だから、そういうトラブル、今みたいなデイジーみたいなトラブル、こういう予定してたのにこうなっちまったみたいなことって、往々にしてあると思うのね。うん、仕事だろうと恋愛だろうと家庭のことだろうとあるけど、それも全部楽しめるかどうかは、自分が本気で本能で生きてればいいのよってところなんです。じゃあそこをね、ちょっと踏まえてね、カードを切っていこうと思うんだけど、まあ、日帰り旅行ということで、サクレットトラベラーですね。これを1枚引いていきます。今日このデイジーのお告げ、この動画を見てくれた方限定でね、届きますように。はい、いくよ。ほーい。いいね。張りのある音で。はーい。で、見ていくよ。ぜひ、些細なことでもコメントちょうだいね。これからなんか星座占いもいいんだけど、なんかこういうちょっと、デイジーの日頃の日常トークも踏まえつつ、なんかお告げ出せたらいいなと思ってるんで来ました。なんとお告げがミラクルズ。奇跡。私さっき奇跡の遠回りって言ったよね。言ったよね。こんなシンクロあるの？すげえじゃん。ありがとう、うちゃん。はい。Expect the wanderers to emerge。なんかちょっとアラビアンナイトみたいな絵柄だけどね。すごいじゃん。この動画見た人絶対奇跡起きるよ。信じてちゃんと自分の直感できてれば。読みます。奇跡。驚くべき出来事を期待しなさい。すぐ。そこの角を曲がったところに奇跡が待っています。恐れと不安を手放せば、壮大な脅威があなたの目の前で展開しようとしています。よく見張っていて受け入れましょう。中には思いもよらない形で現れるものもあります。ほら、言ったじゃん。私が遊園地、さっき動画で見たでしょ？せっかく行ったのに、へえへえ、うーみたいなことも全部奇跡なのよ。すべては最善の目的で起きていることを信頼してください。あなたの人生にも奇跡を期待しましょう。ね？
なんでこんな目にあったんだろうって。山ん中歩いてヘトヘトになって疲れて、なんだったら私夜勤明けなの。夜勤明けでさ、全然寝れてないのか言ったから、山道は40分50分歩いてめっちゃ疲れたのね。アップダウン激しい道を歩いて。それでさ、温泉使って、ね、マッサージ受けて、どっぷり疲れてからさ、どっぷり疲れ取ったのよ。もうそのギャップでもう今すごく爽快で、もう快眠も快眠で、もうすごい寝てるもん。私10時間以上寝てるし、なんか、もう、本当に自分の人生楽しんでるからこそできるよね。もし楽しんでなかったらさ、せっかくの休みでさ、頑張ってきたのにさ、自分の思うよりいかなくてキーとかなるじゃん。そういうのは、やっぱ奇跡信じてないんだよ。自分の人生楽しもうっていう。奇跡って何って言ったら自分の人生最高だと思えることでしょ。自分の人生楽しもうと思えることじゃん、奇跡って。だそれがすごく大事だと思わない？私今日めっちゃ肌綺麗じゃない？温泉効果かしら？ね？もう全部奇跡だの、これも。うん、ちょっと補足情報も読むよ。期待されているのは実現しやすいのです。だから信じよう、まず自分の人生楽しくなるって。日常生活の小さな脅威に気づけば気づくほどその規模は大きくなっていくでしょう。だってそうだよね。私がさ、露天風呂さ入ってさ、金木犀の花だってさ意識してなかったらさ、あんなちっちゃいオレンジの花さ見過ごすところかもしれないじゃない。ああ今日午前中損しちゃったな、交通費わざわざ払ってきたのにさ、こんな着替えまでしてさ、パワーパトロール全身ね、身ごもってるようなもんだよね。それぐらいの勢いでさ来たのにさ、遊園地入れなくてクソーって思ったまま温泉入ってたらさ、金木犀の花なんて気づけないじゃんね。現れたらどんな些細なことでもお祝いして大切にしてください。金木犀の花見てさ、イエスイエスイエスみたいな、ありがとうみたいな。他人にとっては平凡なことなようでも、聖なる旅人の目には脅威に映るのです。聖なる旅人、みんなのことでしょうね。不安も期待も手放して、創造主があなたの課題を驚くべき不思議な方法で解決していくのに任せましょう。自分の人生に奇跡が起きるとしたらどんな形でなどと制限しないでください。すべて大丈夫です。そう、私今からイケメンと出会って結婚するのとかそういう制約いらないから、とにかく楽しもうと思った先に出会いがあって、ね、楽しもうと思ったらデートに誘われてね、こんな形で結婚しちゃったみたいな、それぐらいがいいから。期待はするんだけど制限はしないでほしいね。私今日頑張ったらこの仕事プロジェクト成功したらボーナスで40万ぐらいもらえるとか、40万もっともっとお金だけじゃないよボーナスはね、評価ももらえるかもしれないじゃん。なんか自分でね、こうなろうって思うとこうなっちゃうわけよ。だからこの制限いらないよって。とにかく自分の人生は明るく楽しくなっていくよっていうだけ信じていこうってことよね。というわけでこの動画見てくれた皆さんに今のデイジの気持ち伝わったらいいな。では概要欄にデイジ芸人の活動もあるんで、ぜひ応援していただくことでみんなの運気もぐるぐる回してってね。ではみんな思いっきり自分の人生奇跡起きるように、はい、やっちゃってー。最後まで見てくれて、いつも応援してくれて本当にありがとう。じゃあね、バイバイ。